がびしょびしょだぜ急いで自転車で来たんだぜ。雨か。そうだぜあれなんかっぽい。まずいまずいぜ。じゃあ夏の歌を一曲やってから本編に入るぜ。ほうみたいだーりん、8月の風を抱きしめて Fly with me darling、 輝くの二人のサバンナへ。ほうみたいだーりん、駆け抜けるゼブラのストライプ Fly with me darling、 飛び立つの二人のサバンナへ。世界で一番熱く光る夏、もうこのときめき止めないで。8月のか、ゴスペラーズになった気分だぜ。すいません、これからちょっとうるさい入れさせ。あれ、あじゃあもう一回。うわダーリン、8月の風を抱きしめて Fly me to be darling、 飛び立つの二人のサバンナへ。間違えたよ。おいもう無理だぞ。じゃあちょっと別の曲で。もう一つ多分分かると思うよ。あ、合うと思うよ。本当？Return to myself, home is near me, me. Life is forever. あんま知らないみたい。ホームみたいだ。
プリンセスプリンセスの、世界で、熱い人たちメドレーということで、ね、プリンセスプリンセスの曲と、僕らの曲を混ぜた、スペシャルメドレーになってるんですけれども、スペシャルメドレー、ただね、なんかね、少しね、今日はね、なんだい、夏を感じたいんだよね。そうだな、夏で、今お聞きになった通り、オリジナルはとてもうるさいです。メロディもよくわかりませんね。わかりませんね。歌詞もよくわかりません、ね、歌詞もよくわかりません、どういうことを歌ってるかというとですね、1曲目は A メロ、どういうことを歌ってるの。1曲目ぶつかってドカーンで、あーみたいな。あ、そういう歌なんだ、うん、これは俺もそう、バーって言ってた、先に行っちゃってブカーンっていう歌。あ、そういうことを歌ってたんだ。あ、そういうこと、いつも先行っちゃうねって。で、2曲目が2曲目なんだっけ、脳みそっていう曲でね、脳みそボーンっていう曲なんですよ。3曲目が、マンチェスターっていう曲でね、ロンドンには私たちは未練がないっていうね、そういうメッセージを込めて、ね、そうですね、一回も行ったことないけどね。オアシスだよね。あれ、オアシスどこだっけ、オアシスどこだっけ、リバプール、あ、リバプールか、リバプールだっけ、マンチェスター、なんか間違ってたかもしれない。あ、ビートルズでいいのか、ビートルズ、リバプールでしょ。あ、そっか、マンチェスター誰、マンチェスターでサッカーしかないか、香川、香川、香川を歌った曲です。もう10年以上前からある曲ですね。そして、ね、夏を頼ってるのは、プリンセスプリンセスね。世界で一番熱い夏、熱い夏、ちょっと人のバンドに頼るの尺だからね。ちょっと今からね、尺っつうかダメだよねそれね。夏っぽい曲を作ろうよ。OK、 夏っぽい曲やろう、今からやります、夏っぽい曲。それチェンジした方がいいんだ、そしたら。いや、アカペラ。立ち上がれ、なんかこういう曲ね、わかんないけど。今ガンダムでしょ。あ、そうだ。いや、なんかほら湘南の風とかさ。あ、立ち上がれ、このまま拳を殴って喧嘩しろ。武士を殴って喧嘩するのか。こういうことよ。てめえこの野郎、なんだこの野郎、あ、あ、ボン、あ、いけ、てめえこの野郎、あ、パッパッ、すごい息が合ってるってね。そんなことで。そういうわけで、じゃあどうする。普通に曲やり、夏聴きたい人と、うちらのオリジナルやってほしいかで多数決、ちょっと明るくしてください。夏、あっちを明るくした、うちらのオリジナルを聞きたいって人、え、嘘。あ、じゃあ頑張ります。よし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 。プリプリ、プリプリよりかっこよかったみたいだぜ俺。マジで大丈夫かな、この人たち。でもプリプリよりっていうか、俺らがやってるプリプリがかっこ悪すぎるんだよね。そっかそっかそっか、そういうことか。中途半端が嫌いなね。そうだそうだな、本物志向のあなた方にお送りするレーサーズ三部作メドレー。三部作メドレー、メドレーメドレーだね。メドレーメドレーだね。三部作をメドレーするんじゃないよ、三部作でもうメドレーになってるからね。確かにそうだな、うん、じゃあ今日は斬新な感じで、いつもはね普通にね、1分1分1分2分1分の曲なんだけど、今日はニューヨークリミックスバージョンということでね。特別にお送りするぜ。Hey, check it out! チェン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 。あ、私英語喋れないんでね、雰囲気だけ楽しんでくださいね。ちょっとなんか、あ、ダメだ。なんかベストヒット USA みたいな。歌って。え、わかんない。いや、なんかほら、じゃあいいや、あれ、ドゥービーのあれでいいよ。Hey, we're popping this way. I'm with Fredo, we're from New York and Bayon. And we're with Wilma, it is sad, and the Pokemon Man 3. And we're from Wilma 3, and the Pop Pop. ちょっと待って、英語がインチキすぎて何を伝えたいんだかわかんない。じゃあ日本語でやるね。OK。ニューヨークじゃねえじゃねえか。その時点でニューヨークじゃねえじゃねえかっていうね。いけもう。じゃあ、お願いします。チャンレレチキチキチャンレレチャンレレチキ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 
今日はニューヨークの街角から僕たちレスターズがとっておきのホットなナンバーをお送りするぜ。まず最初はビリー・ジョエルでアップタウンガール。お前知らねえだろ。オーケー、アップタウンガールでした。次は、なんかコンセプト、コンフュージョン。
ミッドナイトラディオ、タク紫ケンジがお送りします。ミッドナイト今晩のミッドナイトフューチャー、ミッドナイトフューチャー、今晩は、10月に来日公演を控えている、キッズの皆様に、キッズのジン・シモンズに来てもらいました。はい、ジン。イメージね。はい、ドアン。いや、ジン、久しぶりだね。はい、ドーム。ジン、今度のやつはどうなんだい？はい、ドーム。ジンの曲は最高さ。はっ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 は。その頃、エンジニア室。まだ続きだからね、曲の。俺は今、なんてことをしてしまったんだ。頑張れ。脈力もなく、ただキスをぶっ込みたかったら、ぶっ込んだらとんでもないことになっちゃった。もう一曲あるよ。まだメドレーの途中だよ。そうだね、困った時ってさ、人は助けてくんないの。そうだね、ありがとう。ありがとう。なんだこの煙は。有毒なガスが来てるぞ。これがこれから来る経済の荒波か。日本経済が立ち向かおうとする。この煙の元は何だ。きっと政治家や官僚たちが撒き散らしているきっとそういうやつなんだろう。ネクソン官僚社会。どうしよう。小粋なことを載せたかったんだけどさ、乗らないんだよね。逃げるのもありだぞ。いや、逃げらんねえ。俺頑張る。どっ固めよう。よし。いつ以来だろう。きっと前回のライブ以来だ。
もそうだ。なんか今日はいつもに増してなんか緊張感あるんだよね。目の前にプロデューサーみたいな人がいるから。どちらを今日は。あ、やばい。そら、もっと下がって。じゃあもう時間がなくなったので。遊びすぎたな。遊びすぎたな。遊びすぎたな。ね、初めてね、イレーサーズ見た人はね、毎回違う感じなんで、もしよかったら懲りずにと、あと今日もし、初めてねライブハウスに来たという人がいたら、ライブハウスはこういうとこじゃありません。みんなが切磋琢磨音楽をやる場所です。それだけは誤解せず帰っていってください。じゃあ、次の曲は最後の曲なんだけども、ね、最後の曲の前に、そういえば今日はチラシ的なものはないの。じゃあクラウル。10月22日、ワンマンライブで、その前に8月25日に三軒茶屋のヘブンズドアで、なんか男の汚い人たちといっぱいやります。あと9月1日、可愛い女の子の誕生日の日にグワッとやります。で9月22日これまた難しい男のところとグワッとやります。で、10月19日幕張メッセでキッス、10月22日、イレーサーズ新宿モーション、ワンマンで、10月23日キッス日本武道館、10月24日、キッス日本武道館、23日と24日のチケットは僕はもう押さえてあります。でも友達がいないので一人で行くつもりです。というわけで、最後の曲が最後の曲が、okay. あと1分で収めなきゃ。4分の曲が1分で収まるかな。最後だけやればいいね。いや、やれるかどうかやってみようぜ。1分の曲が 4分の曲が1分で収まるかどうかやってみようぜ。やってみようぜ。すいません。ライブハウスの方、4分の曲が40秒で収まるかどうかやってみようぜ。やってみよう。やってみなきゃわかんねえよ。やってみなきゃわかんねえ。やってみなきゃわかんねえ。いいか、人間なせばなる。
なさるのがならなさねばならぬ何事も。なさぬは人の。わからないよ。なんで。ぜひ4分の曲を30秒でやってみせたいと思います。絶対怒られるね。いいですよね。ちょっとだけ。ダメだったら照明を暗くしてください。何年かやっちまおうぜ。いいじゃん。もう始めちゃっていい。始まっちゃっていい。始めちゃってもいい。次はみんなが大好きなオナニーの歌です。